ここなんか来そうな気配やけど今んとこなんもなしああ誰がいる!?「霊室ゴーストルーム」こちらのゲームをプレイしてみようと思いますマイクロペーサーどうぞよろしくということでこちらのゲーム2024年4月 発売となったゲームでございます霊現象の解決に赴いたあなたをいくつもの恐怖が襲う。ということで8番出口ライク風のホラーにちょっと寄せた感じの、うん、ゲームのようでございます、うん。何かしらびっくりドッキリ系が多いんじゃないかなと予想してるわけでございますがまあやってみましょう。 開始。難易度選択。優しい。あ必ず霊現象発生。時々霊現象、とりあえず普通で行ってみるか。カミングスーンってことは、後のアップデートでなんかハードモードがあったりするんかな。一応まずはじゃあ普通でやってみます。おはじまり。エスケープでメニュー。 操作説明移動走るして移動アクションまあ普通の感じよねなんかどっかで見たことある感じのお部屋の作りしとんなあああああ,あ何これんまだ霊現象発生していません準備ができたら玄関の机8番出口感満載やね なんかとある別のゲームで全く同じこの部屋の作りを俺は見た気がするんだがなんかこういうプリセットがあるんだねじゃあ見たことあるよこの部屋ああ,あでもポスターをなんか追加されてる逃げられない逃がさないおんか同じ開発者の別のゲームの宣伝が入ってるね 見たなあこの部屋なあなんか俺あ,あ鏡ちゃんとめっちゃ反射してるけど俺が映ってないのはそもそも異変ですかなんか物触ったりとかできるわけではないなあ引き出し上げたりとかそういうわけでもないけどこの感じを覚えとかなあかんのかなんかちょっとこの光が照明のせいでぼやーっとしてる感覚あるけど まあ行ってみましょうかはじめるろうそくがあっともすあっちょ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 待って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 ルールおしえてあっ <laughs> <は>おいなんかミスったよなじゃあさっそくろうそくを 霊現象を見逃さないこと霊現象を見つけたらお札を貼り玄関のろうそくを灯すこと霊現象が発生していない場合はお札を貼らずにろうそくを灯すなるほどねオッケーじゃあ今さっきのはだからどっかなんか異変があったのにお,<っ>おい <laughs> こういうところにこういうことか 一個しか発生せえへんってことでいいんかな引きこもりで悪いか。あー、一応だから、貼れる場所と貼れない場所が多分あるから、ってことやね。OK。多分これで OK でしょ。何もなかったらお札貼らずにってことやね。いけてるね。 あ,あ、そういうことやね。失敗したらほんであの手がいっぱい出てくるってことやね。一応ゲーム説明では、霊現象の解決に重みてるってことやからなんか、呪霊詩みたいな、そういうイメージなんかな。おい。何時 ?1 時40分。フロー。 ま、さっきみたいな椅子が動くとかやったらもうそれはわかりやすいけどよ結構細かく調べていかなあかんのかなあ窓ベランダ出たりとかないよね鏡に反射してなんかとかもありそうやなあーぱっと見なんもねえ気がするけど時計うるさ いや、何もないな何もないパッと行ってみるか何もなしずずああ当てた当てた当てたあそういうことちょっと待ってこういうのやって時間は全然経過してへんけどなぜドアが閉まってるんだい まあでも8番出口ライフ感は出てるねそれのホラー寄せってことやけどうん今回もパッと見は何もないぞおいないなビック クドッキリ系が多いって聞いてますが急に大きな音出してくるタイプやめてよ何これ出っ張ってるだけかいや何もないぞまあまあ最初の方やしなそんなミスっても大丈夫でしょうあれーなんかミスってたんや <laughs> あここドア開いてるよえー、何があかんかったんやろ今の全然わからんかったなよいしょ行きます始めるとか言って言うてるけど始める以外ないやろがいここは最初から開いてんやなえー、何が意外とちゃんと 見なあかんやつか細かいところで何かあったってことだよね若干ぼやーっとしてるというか暗いよなあおうちを刺さってるーってことそういうことここもともとがどんな感じやったか全然覚えてなかったけどこれでしょう あれあれあれいちょ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 い <laughs> <laughs> この野郎なんかクリックできへんな思ったらそういうのもあんのね合ってるやろがい <laughs> やってくれたなあっとったけどなるほどーああびっくりした かくつきとかやめてー。そういうことやね。あ、っちゃいたい。痛い <laughs> それはびっくりする。お前にオフだってはれんの。ちょっと。どこ見てんの。おっぱいあるし。子供やと思ったら。背のちっちゃい大人やな、これはな。 <laughs> しゃしゃがむとかってないからこれ以上ちょっと目線を下に下げることはできへんけど <laughs> びっくりするやんおいおいはっなんか反応せえやなるほどねいいじゃないでさっきのはあやっぱ ああ、こういう感じやったやんな。なるほど。こちら。<laughs> 閉めとくな。開けとく。よし。びっくりドッキリ系が多い模様でございますが、行きましょう。で、次が三つ目、三回目やんな。 7つの霊現象を沈めること一度も間違えずに7つの霊現象を沈める。はっってことは何にもなかった時はそれはそれでどうなあちょっとちゃんと時間これ過ぎてってる系っぽいななんか何にも起こらんかったらそれはカウントされへんのかな7回のうちの1つに。何もないよね。 こっちは同じのも、まあ、来る可能性はあるよねさっんもなし雑な雑な8番出口ライクのやつで同じのばっかり起こりやすがたまにあるからさうんなんもないと思うけど 基本的にあれやな晴れるところ晴れるところで何か起こるんやろうなやけどぱっと見なしですいやこれはもともとあいてたかどうかちょっと見てなかったなないない なしお願いあーよかった <laughs> だいたい8番出口ライフってさ何もない時が一番困るよねそういう意味ではイージーモードは必ず何か起こるっていうそういうモードがあるのは優しいよねあ多分これもともとあんま覚えてないけど うわあ,あれいつの間にあれあ,ああ <laughs> ごめんちょっと先にチラッと見えたわまた背のちっちゃい,いやでもたまにいるよな小学生でこんなムキムキなやつみたいななあめっちゃ紫 合ってた合ってるよねお前にお風呂貼れへんもんな。どうしたのお風呂で洗う大丈夫ささささ。鏡にはあ、いる、ちゃんと。<laughs> ちゃんと鏡映っとった、あいつ。ごめんな。沈めるな、お前を。 トモスポッとーこれでいいよなおい何個ぐらいあんやろうな全部でお札貼れる場所がそんなにおいめっちゃ多くはないからさおいお風呂はあお風呂場に貼れるか。 晴れるところがね限定されてるからある意味分かりやすいでも何もないのが一番困る同じことは起こってねえよなさっ<ッ>ここ絶対そのうちなんかあると思うけど意外と何もないお札晴れへんよなここ いてことは何も起こらない可能性もあるああ、パッと見なんもなし。いいでしょう。いったろ飛ばすぽっとぽっよし連続やからな一回見せるだけでもまた。 最初からになっちゃうから。たまそこだけ気をつけてー。やっぱタオルは、この感じやね。うい。最初の一回ミスったのはほんま何をお見逃しだんやろうな。タオルのとこかな。もしくは、あのポスターってことやな。椅子がさって動くのはまあめちゃめちゃわかりやすかったけど。 いや今回はまた何もなさそうやで何もないのが困るのよほれほれ何もないなうんー何もないと思いますこの時計もなんかあんやろうないやでも今回も とみなんも…ねえよお願いしますさっよしあともうちょっとっていうところでミスるのが一番やばいからなっていうかやっぱ何もなかった時はこれ進んでないな必ず霊現象発生の方がほら 進みは多分ええんやろうなんもないああわかりやすなんか出てきそうはるああでまた外出たら誰かおるんちゃうあれ壁にーチートかいっぱいあるだけー こんにちは何もないんかい,い簡単でしょありがとうよしあとん全部で7つやんな12やからあと3つかおいもうでも どうなん場所的に。次はこの洗濯機らへんとか。何かが発生する場所が限られてくるんじゃないのああいつがおらへん。はっでーっなんかなるか思ったわ。そんなきやな。楽勝 オッケーイでああもうもう,もうたまにたまにこん時カクつくの怖いわ <laughs> あハトイレ異へんこらへんねさ<ッ>怪しいのはだから洗濯機と腫れるところが大体は

ほいっあっああれあ大おとなしかったそんだけんなギゅう。なんてごめんなんて <laughs> 自分の俺の声とかぶって, <laughs> てもう一回もう一回もう一回んて 言わない帰れつった帰るからもうちょっとしたら帰るからな怒っちゃえやよともすーこれでじゃああと一個サクッとクリアできるかな トイレなんもなもしさっ<ッ>同じ現象はでも今んところ全然起こってへんからそれは優秀やねそれは最低限まあやってほしいことやもんね冷蔵庫も貼れるけど何もならへんな何も起こらないのが一番めんどくせえのよ 喧嘩ねえなこのタイミングであと1個まで来て見逃すの一番辛いからな鏡もなももないわなテレビも何もなし。いや、今回は多分何もなしやねぇ。ちゃっかりなんか時間ほんまプレイ時間に応じて伸びてってる感じやね ななんもい大丈夫頼むよしあぶねえよし頼むぞあと一個ないからわかりやすいの来てちょうだいなでもおんなじのはなしやで なんかないですかおっと異変やけどこれはどこあんしょし明えどこにお札だればいいのそれ 赤〜いけどえ、どこにお札貼ればいいのそれ開ける〜照明〜じゃねえよこっちのんど、どう貼ればいいのそれえお札貼れへんでそれ お前ええ、ちょっと待ってそれセコい <laughs> それセコいってお札貼れへんでそこリモえどうやって鏡に貼ってもしゃあないろえー、マジおい 雨はさん,やんけそんなどどうやってそこになんかあれか電電気にだからこれやかれへんよなえちょっと待ってや <laughs> それせこすぎるって異変起きてるけどえ おい照明にお札貼れへんって何よその何そのはめ技えマジどどうやったらなんか貼る方法ないんか ジャ,ジャンプとかでけへんやろ <laughs> マジで言うてるえめっちゃせこいやん霊現象を見つけたらお札を貼り玄関のろうそくをとすこといや見つけてるんですけど見つけてるんですけど 貼れ貼れませんねどうやってこの赤照明にお札を貼るんだいえこっち来たらこうなっちゃうのよな何が軸になってんのそれえせ、ー、セコイマジで 無視して、やってみるか。ほれ。<laughs> いやいやいや。<laughs> セコイとしか言いようがないわ。は <laughs> じめから。いや、冷める。はははは。え、<laughs> うわ、冷める。<laughs> それ冷める。うるせえ。 黙れ,バカたれ怒らんハハハマジかよあれ来たら積むな俺もう一回え同じのは来ないどうやったらあの照明に 晴れたんここだって電気に晴れへんからさおい切れてるぞおいこらなんもなんもなしは結局このろうそくが増えへんのよなだね 怒るこれはこれでだからさ必ず異変が起こるモードとかにしてたとしても今さっきの現象が来てもうたら終わりやな俺同じのはちょっと明るいこの照明いや元からんないったっけ なんかいつもより赤いよねほれああえさっきのあの感じになったけどなんかバグっとったんかなおいこらこれであっとけよ あっとるえっ何やったんやろじゃあさっきのやり方であっとったんかなそれがたまたまなんか変な感じでおかしなっとったってことかなもうどうなのほぼ全部もしかしていけてる 何個ぐらいあんやろうな全部でなああああこらあ,あ,あ,あこんなかもちゃんとあったわおい <laughs> もうでトイレが。 まだ何も起きひんのよなぁ。あとは洗濯機もなんかありそうやっけえああ。そこ。わかりやす。うるせえ。静まりました。あっぜい大丈夫かいお、俺は知らんぞ。お疲れ。 <laughs> 一応でも新しいことが起こってるから許したろトイレなんもなーし洗濯機なんもなーしまあでも似たようなゲームって晴れるけど何も起こらない場所っていうのも実際あったからな他のやつでな そういうパターンも、だから、ありえるっちゃありえるでしょ。んいや、気のせいか。なんもない。なんもない時が、困るのよな。やることねえからな。ほんまにないっていう。隅々まで見なきゃみたいな。 疑心暗鬼感がバンバン出るからな名もなしあったんかいマジか気づかんかったクソ <laughs> ちょっとあのー、え照明お札貼れない事件のせいでちょっともう。 さっさとやったろ感が出てきてああいるーこの辺にいるーそれ怖いやつーえ俺がどこにいるのか全然分からへんうわ何かなりそうあ来る来るよ もう一回もう一回やる剥がして、待って。いいのか今ので。あ、ま、満足かい <laughs> よし。いやー、見逃してたやつ何を見逃してたのかちょっと、そういう意味では知りたいよな。答えを見ることとかって、 へんもんなちゃんと何かしらの異変を俺がこの画面の中に収めてたのかどうかも分からんことには後で自分で動画とか見返してもな分からんかったりするからなおいいやぱっと見やっぱ 何もないパターンもなんか、増えてる俺がほんまに、気づいてないだけここもともとこういうなんか、貝のやつやったよね。ここも、ええとか、しか貼れへんから、何もないと思います。 んたまったなるほどこれは俺ああ多分目がいたんかな今 <laughs> なんか <laughs> 目に張ってこうやって後ろ行こうと思ったら出れへんかったからでっかい目がいたんかもしれんごめん見逃しちゃったねなるほどねこれを今までじゃあ俺は 何回か見逃してたのかも意外と細かいところも見なあかんかったのね屋やね分かりやすいのからちっちゃいのからあるねあとはこの辺お札貼れるところ頑張んまないから 多分そんなもないと思うんやけどここらへんもこの棚気になるんやけどななんも起こってないよね異常なし異常なし同じことは多分起こってなしやから行く 同じことがもしかしたらじゃああれー <laughs> 集中力が <laughs> 集中力が全然ねえのかな俺なめてかかりすぎか意外と細けえところでじゃあ見なあかんってことか楽勝やって思ってたらなんか怒ってんやな あまあ、までちょっと行き過ぎたかおいこの辺でも別に何もないと思うんだがねえうんーあそんなところ 来るよね来ないちょっや画面ど画面ガクガクやめてあ<ー>あああ<ー>ああんなのもあったのね <laughs> 画面に。 納められてなかったのすまん。おお意外とちゃんと見なあかんやつやな。あとはあれやねこうあここ晴れる場所やからここで何か起こるんやろうなとかって思ったけど意外とそうじゃない場所っていうか何かが起こってからじゃないと晴れへんケースもあるっぽいよね。 そんな気がしておりますが。あ、出た、これ。これは、だから、こいつに照明貼る。いや、でも、あの時と違うよな、なんか。この現象の時、どこに貼んの 前の時はでもこれがもっと違ったはずなんやけどさ違うなこ絶対これじゃないこの現象どうやって処理すんやろうお前かなあこれマジで晴れへんからさこの現象がなかったら俺もうとっくにクリアできてたのにさ なあこれどうしようもないよね前似たようなのこれであったからここに貼っていけるほいあかんやなえあれどこに貼ってあげたらいいのああの現象あの現象セコいって。 クリアさせへんためのやつやんもうでもあの現象多分俺沈めてないから多分これからもまだ来るよねあの現象あ来たこれマジでどうしてあげたらいいのなんかリモコンとかこれ無理やんな えー、この現象ちょっとやばいわこれで積んでんもんな俺これに貼ってみるかこれで無理やったらさっ<あ> <laughs> ちょっと待ってふざけてるってあの現象クリアでけへんて どこにお札んのあれまた来るんちゃうんどうせ後編のかいえー、あの現象起こった時マジでどこにお札貼ってあげたらいいんやろうなちょっと冷めるわあれ冷めるわ 電気のリモコンってここにしかないからえーどっかででもまたあれ多分来るよねおいやる気なくなったぞこっちちょっと <laughs> ほらお探す気なくなっとんねんこっちちょっとおい ふざけやがってなしもう見る気もなしちょっとなちょっと見る気なくなっとんねクリアでけへんやつ埋め込まれとるやんけなんかどっか照明を触れるあれがね してくれたらいいんやけどさ出たなこの現象どこにお札を貼ればこの現象は進めるんだいこれじゃないんでしょうなんか照明ボタンとかえー、これかじゃあ これ以外だってもういやげんが起こってはいるんやけどさ貼る場所がないからさここの電気ボタンも無理やろこれでじゃあどうやお湯のところのボタンダメーいやクリアさせる気ないや えただのおふざけじゃんもう下手したらこれしかおおこれしか起こらへんやんもうえどこに貼んのマジでこれ <laughs> ああれが正解 これが正解今の <laughs> 分かるわけないやんけそんなもんなんであれが対象やねふざけてるーふざけてましたーおいなんであれやった何が 本がたぶん確かにま、違うっちゃ違うのかいやでも照明があかなってるからさそれは違うやんなひどいあれはひどいあれはあかんわで なんもなしかな思ったよりちょっとえあれっんかあったんやまだ俺が気づいてない何かが <laughs> もうちょっとあの照明でえ低レベルゲームやろとか言って勝手にちょっと思ってるから 探す気なくなっとん,ねん何が洗濯機なんか起こりそうでずっと起こってないのよなどこで何が起こってる気づいてないことがだからまだあるってことよね。 細かいところをたまに見なあかんパターンはあるけどくらいだけで別になんもないよななんもないぞなんもないないですほっあーでもやっぱじゃあなんか怒ってんにゃ マジ全然気づいてない俺でもしかしたら今もそれが起こってる適当に張ってなんとかなる時もあるけどさうんー洗濯機これ中見えへんもんな いやうんーこ,こんなこんなとこにも貼れんのか別になんかなっとったんかもしかしたら俺が気づいてないだけでシャワーが普通やんなえなんも ななんもいよねたっぷりーたっぷり時間かけてみてもーいやーなんもねえよーねえやけど 俺が気づいてないだけパターンが散々鳴ってるからどっかにまたちょろっと手が出てたりとかそういうタイプかいえーないってバグってんちゃうまたな 換気扇も何もないこの辺も何もない電子レンジもいや何もない何もないでな <noise> 何もないんかいほんまに <laughs> <laughs> ここ最近同じので攻めてきてたからなんか来てると思ったやんない 異常なしやんなシャワーも普通です同じことがでも全然起こらへんから今まで見たことないのが来るなら来るはずやけど 今のところ今回もないよねないねないないない。おー。必ず怒るモードとかにしてな結構めんどくさい感じになってきたかもしかして。ないです。 目ん玉系とかも。トイレ何も起こないよね、マジで。ファってやって。ほら、これ何もない時はさ、進まへんのよな。もう、だから、あと一個とかになってんじゃん。 なんかあと一個だけでもあっあっはいそれは今までなかったやつだだ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 おっしゃなるほどね近づかないって ちょっと怒らんこともあんにゃろな。オッケーでも、まだ、同じパターンが来うへんから、同じパターンが来だしたら、まあ、逆に、全部いけたっていう、コンプリートできたっていう合図になるんかも。<ー>おいはい 同じの来た <laughs> そういうことじゃあ俺も全部見れたんちゃうだからこれでよしどうなんだってことは逆に言うとトイレはずっと何も起こらんかったなああほら同じの来だしたね <laughs> よし多分全部見れたんちゃうたまたまえあのハメ技のせいで何回もやり直しさせられるハメになったけどおかげでコンプリートできたかもさっ見るべきところは逆に抑えてるで無なし こちら急にここで新しいのとか来たらでもやばいな包丁刺さってないでも出てない <laughs> あああだねよしもうこれでじゃあ,あとはクリアするのみやろかい 行くぞーここの面ん玉もうっかい来てほしいな多分後ろ振り向いたときに面ん玉あったんちゃうかなっていうねその可能性がちょっとあるからさうん大丈夫お蝶を刺さってない あ、なんも来てねえか今回はなんもないと思われたね頼むミスりたくないお願いよしオッケー 目ん玉ないさあ大丈夫以上なし手のやつがもう一回来るパターンもあるんよなだからなこちらあいやねもう同じの仕方から来なさそう そう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 ,そう <laughs> あのパターンの時にこれくんのかランダムで怒ってるわけじゃないやおこる目ん玉なし目ん玉がないとーあれが来ないのよー ないねないねなしだね今回はなんもなしパターンやろもうさっさといったろ頼むああ もうコンプリートだなオッケータオルは血で濡れてないああ来た小春とると、血まみれになって以上でしたよねよしラストラストだよね 来た玉。はると後ろにほらーそういうことでしたよしじゃあこれでクリアやなついたぞあーやっとー。 さささよなら皆さんさよななららん霊現象沈めたようでございますここの照明の色変わってこの本に貼らなあかんっていうのが一番ヤバかった分かるわけないやろ出るーさあこれで霊室ゴーストルーム無事クリアでございました 8番出口ライク系のまあ多少なりホラーに寄せた感じ Thank you f o 偽夢っていう8番出口ライク風のゲームにまあちょっと近しい感じのゲームシステムではありましたが霊現象一覧あだねーコンプリートできてましたこれ一番わかりにくいの。 だねいけましたよ。まあでもバージョンアップデートすることでハードモードだねがカミングスーンってなってるしもしかしたらまたアップデートで何かしらの現象を増やしていくっていうこともありえるかもしれないんでねああまたこんな感じのゲームちょこちょこやっていこうと思いますのでよかったらまた来てください。それではまた。 よろしくどうぞ